うん、美味しい。このジェノベーゼ美味しいですよね。ね、梅いいっすよね。梅いっす。ね、美味しい。こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは今日は金沢春菊と梅のジェノベーゼでございます。お、いいですね。はい、石川応援レシピ。そうですね。金沢の春菊ちょっと違うのよ。普通の。違いますね。はい、普通のナッパじゃん。ね、ちょっとシャッとした通常の春菊が少し違う。違うね。してますけど、お味は春菊です。あ、そうですか。はい、そうですね。それで、はい、あ、春菊のジェノベーゼね。はい、梅が入ります。ね、去年春菊やった時入れなかったか。入ってませんね。梅はあの大葉の時に入れた。大葉でよくね使わせていただきますけど。いいじゃないですか。春菊と合いそうですね。合いますよ。春菊の苦味と梅のね優しい甘みというか酸味も強く合うジェノベーゼになります。なるほど。冬のジェノベーゼですね。はい、はい、で、あとは副菜で今日は、はい、豆腐としらすのサラダ。まあサラダって言ってもオリーブオイルとブラックペッパーたっぷりかけて食べるだけです。あ、それ豆腐だな。豆腐のサラダ。ね、それ豆腐だな。いやオリーブオイルもお塩もね。普通醤油でしょ。あ、まあサラダな、まあ、大豆ですな。はい、サラダって言っていいか。サラダですね。オッケー。金沢春菊、そして梅干し、ミックスナッツ、こちらもあのナッツ単体でも OK です。今日はミックスナッツでご用意しました。ニンニク、アンチョビ、リングイネ、オリーブオイル、胡椒、塩、パルミジャーノ、そして豆腐としらすです。ということで、このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。毎日動画を公開しておりますので、日々の皆さんの献立作りにもお役に立てると思います。ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。はい、それではもう早速ジェノベーゼソース作っていきます。芯を落として、今日はあのハンドミキサーにかけますね。はい、さあどんどん入れていきますよ。はい、お、そんなもんでいいですか。はい、こんなもんでいいです。はい、これ普通の春菊だったら分量は一緒でいいですか。同じでいいです。はい、よかったらこの生のまま召し上がりません。なんかサラダでも美味しいって書いてある。あ、サラダでも美味しいです。柔らかくて、うん、ちょっとオリーブオイルつけて食べよう。はい、うん、春菊美味しいですか。美味しい。あ、本当だね。や、味柔らかいよね。そうなんです。苦味も柔らかいね。ね、ほんと優しい春菊です。ね、ね。で、今日はちょっと刺激的に、あ、いいですね、モンテグロッシのオリーブオイルを使ってノベルを使って作っていきます。はい、50g、うん、はい、たっぷりあります。はい、ご家庭にあるエクストラバージンオリーブオイルをお使いください。はい、もしよかったら、あ、モンテもないのか。モンテはね、4月まで入ってこないですね。うん、ぜひラビダで、じゃあね、ラビダでやっていただいて。さあ、そして今日はナッツね、なんとここにあったナッツ使わせていきます。はい、はい、あのくるみでいこうかなと思ったらミックスナッツがあるということで、はい、ミックスナッツにしました。ぜひ。はい、アーモンド、ミックスナッツ、くるみ、カシューナッツ入ってますね。いいっすね。はい、すごいですね。どれも健康的なナッツです、はい、ね。通常は松の実で作るんですけどね。松の実はないと。はい、梅干しも種を除いて入れたいと。2つ入ります。おー、すごい ね、たっぷりね。あとアンチョビ。こういう場合アンチョビなかったら何入れればいいですか。いや、なくても大丈夫です。あ、なくてもいい。これはなくても大丈夫です。あの、アンチョビなくても十分美味しいです。アンチョビの代わりってね、なかなか難しいんですよね。ではハンドミキサーで回していきます。すごいね、あっちゅう間ですね。あ、ごめんなさい、これニンニク入れるの忘れてた。忘れ物ね。遅くない。はい、ニンニクも入ります。はい、チューブある方はチューブでも。はい、完成です。もうジェノベーゼソースできました。うん、さあ、もうパスタ茹でていきましょう。はい、はい、さあ参りましょう。今日はリングイネできます。マシャレルリの太めのリングイネですね。これがソース絡んで美味しいのよ、ジェノベーゼにはね。はい、もうリングイネいきます。塩分濃度 1% のお湯で、まあ、ほぼアルデンテにこの鍋の中で仕上げていただいて結構です。はい、もう絡めるだけなんで。水を切った豆腐ね、トンと。で、一度ちょっと水気をしっかりペーパーで拭いて切りましょう。水があるとね、ちょっと水っぽくなっちゃいますからね。はい、じゃあちょっともう盛っちゃいますか。盛っちゃいましょうね。でも何することないです。これしらすをどさっとかけます。高いしらす買ったの。いいしらすです。釜揚げしらす。ガリット塩ね。はい、我らがラビダの小袋塩です。これをもう豆腐にねかけましょう。そしてオリーブオイル、うん、ここもできます。これも山ほどかけてください。はい、塩、オリーブオイル、そしてこれ胡椒がめちゃくちゃ合うんですよね。なるほど。はい、ブラックペッパー引いたら、はい、豆腐としらすのサラダと言っておきましょう。うん、はい、完成ですね。
豆腐な。豆腐としてどう考えてもほら人一手間かかってるでしょ。そうな、ね、はい、うん、板バスでも太く。そうするとあでもでも豆腐だな。今日は1人前分なので半分ペースト使います。はい、はい、このぐらいかな。これを、茹で汁で溶いてソースにします。うん、お玉1杯分の、ね、よいしょ。はい、火にかけます。でこれまだねパルミジャーノチーズ入ってませんからね。お、はい、チーズは最後仕上げにかけて完成させますよ。混ぜないの？かけるの？あ、混ぜる混ぜる。ここでかけて混ぜる。いいですね。ちょっとねあの淡い緑ね。春菊ももちろん栄養素豊富です。はい、やっぱりねビタミン C が豊富なんですよ。ね、だから風邪予防、免疫力アップ、うん、そしてビタミン K ね。おビタミン K はあのカルシウムの吸収を助けてくれると言われてますし、あとは血を止めやすくしてくれます。ああ、血小板。そうですね。なので、ビタミン K の K は血液って覚えてください。なるほどね。栄養あるよって言われて食べた方が健康になった気がするんです。あ、そうですよ。大事ですよ。やっぱりちょっと脳をね騙すんじゃないんだけど、錯覚、催眠状態に思い込ませてね。思い込ませて、大事、大事ですね。催眠状態にして思い込ませるってすごい大事ですから。大事です。はい、パスタ茹で上がりました。はい、茹で上がりました。はい、じゃあ、はい、いいですかね。ではフライパンにパスタ移していきます。さっと絡めたら出来上がりよ。うん、ジェノベーゼですね。ジェノベーゼですね。はい、もう少しちょっと茹で汁足してあげましょう。もうバジルいらないんじゃない？ガセですね。バジルなくても緑の野菜でね、ちょっとパンチのある野菜だったら本当にいい味出すよね。ね。オッケー。じゃあちょっと味を見ましょうか。うん。梅が効いてて美味しい。いいですか？美味しいです。楽しみだな、ね。もうお塩する必要ありませんね。ほう。ちょうどです。では仕上げていきましょう。火止めます。チーズ削ります。たっぷり 15g ぐらい削ってください。はい。で足りなければね、はい、OK、はい、じゃあもうチーズを最後ね和えましょう。うん、美味しそうですね。うん、余熱でチーズを溶かしていきます。はい、チーズがしっかり絡んだら完成です。はい、はい、ソースを最後使えないよね、ちゃんとかける。はい、じゃあちょっとサラダ、春菊もね、いいですね、添えてもう一かけしますよ。うん、はい、で、もう一回チーズ削ります。はい、美味しそうでござんす。これは美味しそうでござんすね。うん、はい、完成です。じゃあいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。はい、うん、オリーブオイル豆腐美味しいですね。美味しいよ ね。このあとシラスの苦味とブラックペッパーが最高に効いてます ね。美味しい。そしてサラダ春菊も食べておくと血糖値の上昇は抑えられると、うん、ね、先にね。じゃあパスタ行かせていただきます。どうぞ召し上がってください。はい、うん、美味しい。これ金沢春菊美味しいね。金沢春菊美味しい、ね、美味しいね、うん、優しい苦味、優しい苦味 ね。ああ、でちょっとそれをちょっと梅が下支えして、このジェノベーゼ美味しいですよ ね。でこの太めのジェ、ね、リングネに絡んで、いや本当ね、あのシラスとこのオリーブオイルの苦味ちょっと地鶏と同じ方向で美味しいね、うん、薬味だよね。うん、最後までご視聴いただきありがとうございました。今日登場した調味料などは我々のネットショップ青ズタアポラで販売しております。よろしければ覗いてみてください。